もう今動画が始まっている状態です。はい、なんか手とか振ってもオッケーです。あと一分後に始めましょうね。はい

はい、FM 那覇をお聞きの皆様、おはようございます。8月16日、金曜日、午前10時を回りました。福島地下の週刊働くニュース。パーソナリティを務めます、キャリアコンサルタントの福島地下ことちいかです。どうぞよろしくお願いいたします。イーイということで。 始まりました福島地下の週刊働くニュース本日も沖縄県那覇市にあります FM 那覇のスタジオより収録放送でお送りしております。というわけでまずはこの番組の説明をさせていただきます。 この番組は、働くをもっと楽しくするをテーマに、毎週素敵なゲストの方と一緒に、お仕事や暮らしにまつわるニュースやテーマについて深掘りをする1時間番組となっております。というわけで、本日も素敵なゲストの方をお招きしております。講義、マーケティング、株式会社、 代表取締役社長向川俊出さんです。ようこそお越しいただきました。<laughs> メンソーレー。ありがとうございます。<laughs> <laughs> メンソーレですね。本当に東京からわざわざお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい。ではですね、あのおそらくリスナーの方初めましての方も中にはいらっしゃると思いますので、改めまして自己紹介をお願いいたします。はい、えー。向川と言います。えー、自己紹介。はい。えー 株式会社の、えー、代表取締役を、えー、務めています。 十二年前に。はいえー、独立企業。おお、いいですね。コンサルティング会社を立ち上げました。はい。はい、かっこいいです。ありがとうございます。<laughs> そうなんですよね。あの、実はですね、あの、トシさん、あ、私はもう普段、あの、トシさんと呼んでるので。今日もね、トシさんと、あの、お呼びしたいなというふうに思うんですけれど。まあ、トさんは、まあ、普段はね、東京で、東京と北海道で、あの、活動を。えー、していて、ゆくゆくは沖縄でっていうところも。<laughs> <laughs> あるのかなというふうに。 思うんですが、じゃあ私とそもそもとしさんのちょっと関係のお話をしていきたいなと思います。で、私、普段はキャリアコンサルタントとかまあ、研修講師のお仕事をしているんですが、まあ、その中でコーチング。 ですね、こう相手を勇気づけてこう気づきをね引き出すはい、はい、<laughs> コーチングトアでよく出てくるやつですね <laughs> はいあのやっぱりあのそういった部分が非常に大事だなっていうところを、まあ、痛感していてでも仕事だけじゃなくって、まあ、プライベートの部分も含めてやっぱりコーチングってすごく大事だろうなっていうのを思ってでこうネットで検索をしたところ何やら銀座コーチングスクールというものがあると <laughs> っていうところでこう初めてあのこの銀座コーチングスクールと 出会ってで検索をしてったらなんか私自身はまあ実家あの旦那のねあの実家が東京にあるので、まあ、東京であの探せたらいいなと思って東京で検索したところななんと銀座一丁目校でやっているといろいろねあ,のあったんですけれどもその中でもこう、まあ、日程がねこうあったりとかあとはなんかちょっとその,あのトップ画像の雰囲気を見てあなんかここいいなと思って。 でえー、とこうお問い合わせをしたところあの日程合わせますよって言ってくださったので <laughs> <laughs> あいいかもと思って行って、はい、でそこでトシさんと、ね、あの出会ったんですよね。そで,ねでそこからまあクラスをお勧めるにこう当たってあのゆくゆくはぜひ沖縄でなんか立ち上げたいなみたいなところが私もふつふつと湧いてきてですね <laughs> で今回トシさんが沖縄に来てくださってであのクラス。 えっと私にこのコーチングをあの伝えたりとか、あとその沖縄ってどういうところなのかなみたいなところをこう調査しに来てくださったっていう流れがありますね。はい、もう本当にありがとうございます。もう面相礼でございますよ本当に。はい。でなんか結構ね沖縄いろいろと回られたんですよね。そうですね。まあえ今日が三日目三日目なんですけれどもね。一日目どちら行かれたんですか？一日目 えっとまず県庁前で降りて県庁前で降りてはいもう乗れるですねはいののダはいブルですね通称通称あれどうしたはいそうエンダーですよエンダーそうそうそうエンダーですそうそうそうら気づきって言ってましたよね今回の一番の今回の一番の気づきはいそうエエンンダダーーがで エンでハンバーガー食べてでその後はどちらに行ったんですかで国際通りをひたすら歩いていってホテルに向かって歩いていったら一万人エイサーがねちょうどやってる時期だったんですよねはいで見てそれもな何か言ってましたよね「いやさそうだった」とかんかエイサーになかなかたどり着けないみたいなはい <laughs> そうで、エイサーを見て、はい、で、2日目はえー、っと私とのセミナーの前の午前中は何されてたんですか？昨日、あ普通にホテルで仕事をされてたんですね。はい でえっとその後に私のえっとコーチングセミナーを私はコーチングセミナーをあの佐々さんのコーチングセミナーを受講してでその後にパイカジきましたねそうですねはいパイカジて沖縄そばと早期そばの違いをそうだね教えてもらいそのパイカジ名物のねあの三振の弾き語りをねそうそう聞いてねあのしえっとなしまうただしまうたね 島唄を聞いてあと海の声を聞いてあいいねいいねってちょっと感動しながらその時沖縄そば食べてました昨日は昨日は沖縄そば沖縄そばですよね三枚肉の方ね三枚肉の方をね食べながら泡盛もたしなみで私と別れた後になんと泡盛倉庫にね行ったんですよね結構ね泡盛倉庫楽しみにしてましたもんねとしさんね。 ちょっとね、比嘉さんがだったんですよね、そう、青森倉庫のね、オーナーさんで比嘉さんって言って、すごいもう、青森通の、青森のことだったら、この方に聞いたら絶対間違いないっていう、比嘉さんがね、なんと出張中だったっていうね、てっきり休みだと思ったんだそうそうそう、なので、青森倉庫に行って、で、万座を飲みに。 じゃあもう、昨日ぐっすりですね、もう即寝ましたね。で今日は朝からラジオ、で今日帰られるんですよね、そうですこれ終わり、どこ行くんでしたっけ首里城、もう名物を回りますね、海は結局、一回行ったんでしたっけ初日の夜、夕方かそうだそうだ、サンセットを見にね、どうでした、この海からのサンセットは。 雲が結構こう盛り上げてくれるというかお<ー>演出してくれるてくれるそうそう雲がオレンジ色になっていくっていうまたあ<ー>あの結麗ねそうですよねいい夕日だけじゃなくてね。<う>なんか空全体がこうオレンジ色に ねえなっていってなんか雲もまたいい感じにねそうそうぽつぽつとあってね <laughs>、はい、でまたあの海のなんかこう水平線がねまた綺麗なんですよね、うんえー、そうなので、まあ、これは沖縄の醍醐味なので、うん、それをこう味わっていただけたのはすごく嬉しいなと思います、うん、<laughs> はいそで,、ね <laughs> はい、でその前はねあの実は沖縄に来る前は北海道でね2日 2> えっと北海道3日間,3日間はい なので1回も東京を挟まずにそう,そう北海道からえっ、ー、と沖縄に来ているので、はい、ちょっと気候大丈夫かなって私個人的にはすごく心配をしてるんですが、はい、大丈夫ですか全然問題ない全然問題ないですよかったです <laughs> はいそうなのでねやっぱりね気温の変化がねだいぶ激しいと思いますし北海道はやっぱりまだ夜は寒いですか 寒いいいいっていうか涼しい、はい、あ涼ししんですね、うん、エアコン絶対いらないねあ<ー>というかついてないし家に確かにね沖縄はね結構あのエアコンつけまくってますからね、うん、そうなのででもなんかあのお話を聞いたらねちょっと東京に比べたらまだいや夜は、はい、昨日も使わなかったエアコンあ本当ですかあ<ー>全然エアコンをつけるほどの蒸し暑さじゃない。 おお<ー>なるほどじゃあその気候もね、はい、あのなんかこう風を感じられていいなっていう感じがするって感じですかね <laughs> そうですねしいですねもううちなんちゃう嬉しいですねうはいニマニマしますねはい、うん、ありがとうございますではですねあの本日のテーマ、はい、そう本日のテーマを発表していきたいと思いますえー、本日のテーマは地方創生です 地方創生です、はい、なので、えっと、このあと次のコーナーでね地方創生については深掘りをしていきたいなというふうに思うんですがまずはその,その前に都市さんについいいいててとと質問をしていきたいなと思います多分私のわからない都市さんがねたくさん出てくるんじゃないかなというふうに思うんですが、うん、まずは。 どういいっったお仕事をやっているのか先ほどねコンサルティングのお仕事をやっているっていうところだったんですが具体的にどういうお仕事をやっているのか教えてください。えっと企業の、はいえー、経営戦略や事業戦略を、はいえー、外部ブレインとして、うんえー、指導。 もしくくは、えー、一緒につ、えー、作り上げていそういう役割をやってる、はい、おじゃあもう本当にがっつりのコンサルタントなんですね。はい、がっつりのコンンサルタント事、ねね、業だったりとか、うん、戦略のコンサルティングを企業に入って外部,外部のコンサルティングとして入って、うん、一緒にこう経営者の方だったりとこう作り上げていくみたいなところですかそうっすね、うんあの えー、経営コンサルとか戦略コンサルって大きく分けると、うん、その外部からこう入れ知恵をする、えー、役割のコンサルタントと一緒にこうプロジェクトチームに入ってベタで作り込む。 はい、コンサルタントで大きく2種類分かれるんですけどどっちかというと僕はもうベタで入ってってベタで入ってって作り込んでいく、うん、お、はい、じゃあがっつり中に入ってる感じなんですねそうですねはいでそれでやはりいろいろとこう必要になってくる、まあ、スキルとして、うん、まあコーチングとかも上がってくるのかなっていうふうに思うんですが実際も使われてますか、はい、使ってますよ、うん、あのね 2008年に,200年に戦略コンサルタントとして独立起業したんですけど時々ちょっとこれは大変だぞっていうようなプロジェクトチームプロジェクトメンバーと出会うことがあって何が大変かって参加しているプロジェクトメンバーがみんな。 やらされてるな指名されたから来たここへ来たっていうような人たちあるあるですねそういうプロジェクトチームって言っちゃ悪いけれども戦略が出来上がっても実行フェーズでなかなか動かないみんながなかなか実行に移せないし本気度が違うんでちょっとね残念ながらなかなかいい成果が上がらない。 そういう、えー、プロジェクトチームをいくつか見てきた中でなん、うん、何とかしなくちゃいけないと思この人たちのモチベーションを何とかしなくちゃいけないと思っている時に出会ったのがコーチング。じゃあ入り口はコンサルタントとしてお仕事をやっていて、うん、でその中でやっぱこうチームがこう。 いくらいい戦略とかあのいい授業を持っていたとしても、はい、この子たちがやらされ感でやっていたらいい成果が生まれないとじゃあその子たちをじゃあやらされ感じゃなくってちゃんと自分の意思でや,やったった感っていうんですかね本気度を上げるためにはっていうところでコーチングを。はい 出会ったとそうです、ね、あ2013年じゃあえっともう56年後に出会ったって感じなんですね2008年っていうところからだとえー、やっぱ変わりますそれからは、はいえー、コンサルやりながら、えー、とプロジェクトチームもしくはメンバーによっては、はいはい、同時にコーチングセッションをやるようになった。あなるほどメンバーの人たち えー、お一人お一人とコーチングセッションをやって、えー、この企業の中で将来どういう存在になりたいのか、えー、自分はどんな価値のある人間になりたいのかもしくは、えー、もう企業の枠も取っ払って、えー、将来どんな、えー、人生を歩みたいのか、えー、というようなねうんと将来の夢を語るところから、えー、話し始めて。はいで じゃあそれを具体化していくために、えー、それを実現するために何をやっていこうかみたいな話をしていく中でじゃあ今のプロジェクトにはどんな価値があるかいうような話をね、えー、もう3回4回のセッションの中でえーすごい一緒に考えていく、はい、そ,うその中で,あ,であればあのこのプロジェクトこういう、えー、価値を、えー、とこういう意欲を持って臨むみたいなゴールというか目標を、うん、え見つけてもらう で、はい、でだん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 、えー、メンバーのモチベーションが上がっていくだとか、ああ<ー>、えー、なるほど。まあ、ええー、もっと言うとチームワークができてくる。うん<で>なるほど。ね、ええー、形を今、えー、僕の作成通りにしています。ああ<ー>いいですね。<laughs> はい、まあ一人一人で一人一人こう面談といいますかこのキャリアセッションを。はいはい。 えー、コーチングセッションをしてって、うん、でそこから将来の夢とかねいろいろとねこうヒアリングをしていく中でじゃあ今実際にやっているプロジェクトは、うん、そことこうどうつながっていくのかとかっていうところをこう結びつけてそうするとやっぱり本気度も上がってきますよね。はい、だって自分の人生かかかってますからねなのでこうモチベーションアップをしてでチームワークもねできていくっていうふ、はいはい、うにまさに、はい、まさにコーチングですね。 ですすご<い> <laughs>、はい、あなるほどでやっぱそうなってくると一人一人がねモチベーションアップをねあのしてでチームワークもできてね、はい、でもう本当にやらされ感じゃなくて本気度を上げて、えー、とお仕事ができるっていうところでやっぱコーチングねもっともっと広めていきたいなって思いますよねそうですねだからうんと2013年からコーチング始めて、はい、うん2016年からうん,、うん。 もっと広めるために講師なのみたいなね。はい、あ2016年、2017年か。はい、なるほど。はい、じゃあ3年、3、4年前ぐらいにこうもっと広めるために講師の資格を取って。ああ、ね、なるほど。うん、で今広まって、もう私まで沖縄のね、はい、<laughs> のところまでね、はい、あのしっかり届いておりますよ。はい、はい、ありがとうございます。はい。<laughs> <laughs> で,、えー、っとでその他でもね、あのまあ、その軸としては、ね、コンサルティングをやられていると思うんですが、またその、えー、っと戦略的なところで、えー、っとブランドの協会で講師のお仕事もやられていらっしゃるんですが、えー、っとそれにもちょっと聞いてもいいですか。だから戦略って言っても、うん、経営戦略もあれば、うん、事業戦略もあれば、ブランド戦略もあるみたいな、いくつかの。うん えー、戦略のこの規模感でいくつかの、ね、戦略あるんだけれども、はい、その中でも割と、えー、コンパクトな即効、はい、性を求められる、うんえー、ブランド戦略それをもう少し、えー、確立させようという思いがあってうん、うん、ブランドマネージャー認定協会のトレーナーになろうと。 決意して、三年かかったけど、えそんなにかかるんですか？いやいやあの日程が合わなくて、そう思い立ってから受講するまでに二年かかったので、なるほど、はい、そうなんですね。えじゃそのブランドマネージャー、はい、ブランドマネージャーに、マネージャーの認定トレーナー、えその認定トレーナー、認定トレーナーになられて、でやっぱりそのえっといろんな戦略がある中で。 コンパクトでより即効性のあるものがブランドの戦略だっていうことになったってことなんですか行きついた先は。ね、速攻性はちょっと語弊があるかなやっぱりブランディングって結構時間がかかるものだからただ、えっと、対象となるお客様とか、うん、え商品サービスっていうのはもう限られてくるのでやることはもうこれしかないみたいな感じで絞り込まれるので。事業戦略よりも、うん、えー 早く早く回らなくちゃいけない。うーん、なるほど。じゃあまずはっていう感じなんですかね。うん、まず取り組むべきところっていうところで、うん、そのブランド戦略っていうところで、えっ、ー、とブランドマネージャーのはい、はい、あの協会でのトレーナーをやられていらっしゃると。でそれで北海道もね。そうですね。その流れでね北海道でもこう、はい、このブランドマネージャーの、はいえー、これは何なんでしょうね。セミナー？うん、えっ、ー、とまあ。 とりあえずお試しの基礎知識がわかる入門セミナーがあり、その後ブランドマネージャーとしてのスキルを習得するベーシックコースっていうのがあり、なるほどなるほど。その後にうんと実際自分の会社の商品とか自分の会社自体のブランディングを立案するためのアドバンスコース。ああなるほど。じゃあそのステップごとに分かれていて、でそれもちょっと北海道で。 今ね<う>取り組まれてたりもするというところでまあ本当に、あのー、結構こう。 私もここのホームページそのブランドマネージャー協会の,、うん、あの検索とかを実はあの個人的にも昔やったことがあってで沖縄でもなかなかねこういうあの特に沖縄って、えーとま、インバウンドもね、うん、あの栄えてきてますし、えー、とま唯一ね沖縄はあの嬉しいことに人口増加率はお、ま、県内沖縄が唯一あの上がっているっていうところ人口増加率っていうところはあ,のあまりないんですけれどまあ 高齢化だったりとか、まあ、それぞれね、あの地方が抱える課題ってあると思うんですよ。はいはい、で、えっとまあ、その中でも、あのまあ、それぞれの企業単位で、 えーとまあ個人単位でもそうだと思うんですけれどじゃあどういうふうなこうブランドを発揮してこう課題をね解決していくのかみたいなところを、あのー、やっていくんじゃないかなというふうには思うんですけれどなのでやっぱ沖縄にもねかなりそれは必要になってくるのかなというところ思うので、まあ、その辺の話も、ね、あの次のコーナーでねちょっと聞いていきたいなというふうに 思います、はい、ではあの大体20分くらい経ったので <laughs> 1>, <laughs> 1曲挟みましょうか。はい、はいで、えー、っと今回は、えー、っとトシさんのねあのリクエスト曲でございます。うん、では1曲お聴きください。 はいお送りしたのお送りしたナンバーはドリカムで嬉しい楽しい大好きでしたねえとしさんはい,はいあの私もこの曲大好きなんですけれど,、うん、どっやっぱいいですねいいですねやっぱドリカムですねはいこの曲はなんでこの曲がいいなってことになったんですか <laughs> さっきの、はい、えとブランディングの話にそのままつながるんだけれども、うん、はい ブランドブランド戦略の最終的なゴールって何かっていう話なんですよね。はい、うん最終的なゴールは、はい、やっぱりお客様に好きって言ってもらうこと。んなるほど。はい、あのこの商品がこのサービスがこの企業が 大好きだだかからら、えー、これからもずっと買い続けると、うん、使い続けると言ってもらうこと、うん、これがやっぱりあのブランド戦略の最終的なゴールで、うん、じゃあ大好きになってもらうために、うん、企業は何をしていくべきなの お客様が嬉しいと感じていること、はい、え楽しいと感じてくれることこれを継続的に続けていきましょうという意味で嬉しい楽しいだから大好きというなるほどかけましたね、はい、<laughs> <laughs> さすがでございますそう、ブランド戦略の最終的なゴールが大好きになってもらうことってことですよね、うん、で、そのステップとして嬉しい はい、であったりとか楽しいってお客様に思ってもらえて大好きになるんだともうまさにそうですよ、ね、人も一緒ですもんねそうですよねうんうん、うんうん、まさにあの恋愛とも一緒かなっていう風にそうそうよく恋愛の話 <laughs>、はい、<laughs> やっぱそうなんですね<う>ああいいですね、うん、なんかちょっとこの話もねあのこの後のコーナーで深掘りをしていきたいなと思うんですが本日あのこのコーナーではえっ、ー、とゲストのとしさんと一緒に地方創生についてねあ,、はい、あの深掘りをしていきたいなと思います。 でおそらく、ですねこの地方創生のお話の中からまたそのブランド戦略のお話であったりとか、うん、コーチングの話であったりとか、うん、いろいろ聞けるんじゃないかなというふうに私もあの大変期待をワ <laughs> <laughs> ワクワクしておりますそもそも、ま、地方創生なんですけれど、うん、今ね、ねとしさんは地方創生に、ね、取り組まれていらっしゃるということなんですが、はい、そもそもなんで地方創生をやりたいなというふうに思うようになったんですか。 そもそもの話をすると、はいはい、僕のセミリタイヤした時の理想像が、はい、えっと国内地方を旅行しながら、うんはい、ついでに各地で仕事してくると。おおなるほど。北海道行きたいな、旅行に行きたいな。 旅行の計画を立てて北海道で仕事してくれるなるほどああ面白そう沖縄に旅行行きたいなはいじゃあ旅行行くんだからついでだから仕事もしてこようみたいなもう最高そういう理想の生活なるほどなるほどなるほどセミリタイアぞ。なるほどなるほどなってそれを実現するために何から始めるべきだろうということを1年前の去年の4月のええ コーチングのクラスの中で、はい、テーマとして、はい、クライアント役のテーマとして設定して話し始めたところ、はい、えと地方創生をすればいいんだと地方創生に貢献すればいいんだとなるほど地方創生に貢献するためには何をすればいいんだとはいまず、えー、ブランドマネージャーのコロナ習ロうとなるほど面白いろい めっちゃゃいいいじなですかそれそれから戻ってきてでじゃあ一番最初どこまず海でしょと地元のねということにたどり着いてそれで明確な目標ができてじゃあ1年後に札幌でブランディングの入門セミナーやろうという明確な目標ができて1年かけて試験受かって無事今年の。 うん、3月かに、はいえー、やってきました。<laughs> 有実行さすがコーチの鏡でございますコーチングの成功事例ですコーチングの成功事例ですよね、まさに、じゃあ、去年の4月に、じゃあ、セミにタイいよしたときは、どうしようっていうふうに考えたときに、各地を回りながら、旅行で回りながら、仕事もできちゃえばいいんだと、そこから地方創生なんだと、仕事をするためには地方創生が必要なんだと、じゃあ、その地方創生をするための手段としては、ブランド。そそそううう マネージャーですね。はい、はいあ、なるほど。そこに行き着いたわけですね。そうですね,ね<ー>、うん。自分のやりたいことと、社会貢献がこう一致した瞬間。うん、なるほど。うん、もうまさにね。もう仕事ですね。本当 <laughs> にこう、自分のやりたいことと、<laughs> はい、そのえ、社会とかがね。求めているものをこう、うまく掛け合わせて。はい あなるほどねそうするとまたそこにね大きな価値がね,そうすねあの生まれてくるんじゃないかなというふうに思うんですが、はい、で実際にえっと3月にはい、はい、えっと取られた3月にスタートした3月にスタートした3月にスタートした、うん、でどうですか北海道でね3月にスタートして北海道でどれぐらい集まるかなと思ったけども、はい、おかげさまで、うん、もう何回やったのかなはい すごい入門セミナーを3月4月5月6月休んで7月この間やってきて8月5回だすごい素晴らしいえはい ?2 時間の入門編なんだけどもそもそもブランドって何かっていうころから話を始めていくのでそれでんか。 あーそういうことかっていうこう抽象、うん、的な言葉を腹落ちさせることを、うんえー、してもらって、うんね、うんと実際に、えー、商品のブランド、えー、を、えー、広めていくために何をしていくべきなのかっていうことがうこうイメージできるようになってもらうなるほどそのためのでした、ね、えー、じゃあその5回をね入門編、うん やられて,みてなんか手応えというかなんかそういうのってありますうんとねまずカタカナ、はい、えとビジネスの中にカタカナ用語がたくさんあるんだけれども、うんはい、カタカナ用語って、うん、あのちゃんと意味をみんなで共通の理解をしておかないとやることがバラバラになっちゃうんだよね。そうですよねえー、と五回あ前回1回かうんと 1>、はい、ある企業さんにお邪魔して。 そのブランディングの入門セミナーをやらせてもらったんだけども、はいうん、その企業さんはおかげさまで参加した16人の方々が全員、はい、あ自分たちのやることはこれなんだと、はい、もう一つの明確な、えー、行動指針というものがた、えー、立ち上がったすごくないですか。か、うん、あれが一番 えこう実感した効果を実感した瞬間です,、ね、うんすごいだってやっぱりき企業でえと何十年とか何年何十年一緒にね生活というか一緒に仕事をしている仲間がこう共通の認識をこの時点で初めて持ったみたいなそそううなんかすごいですよねそれって。<laughs> そのの時間の セミナーでこれだけの価値を提供できるって、はいはいうん、す、ね、すごく大きいですよねなるほどじゃあ、えー、とまたそういう、まあ、手応えもあってっていうところで,、はい、で今ちょっとお話の中で地方創生と、まあ、ブランドっていうところのつながりみたいなところってどういうところにあるのかなと思っていてはい、はい、これはどういうつながりがあるんですかね地方創生とブランドって。 ま、ちょ素朴なな疑問なんですかあやっぱり、うん、えとビジネススキルを学ぶチャンスって、うん、東京とか大阪とかこう、えー、大都市圏に集中しているからそれこそ北海道の人たちってなかなか知る機会,、はい、機会がない。何から地方創生地方創生言われても、うん、なんかこう今までと、えー、違ったこう新たな取り組みとか、うんうん、もっと こう成功確率の高い取り、うん、えみするにはどうしたらいいんだろうって、うん、え悩まれている方々がこうチラほらなるほどなるほど、うん、だから地方創生、えー、地方の、えー、と経済や、うん、え産業を活性化していくひいては、うん、え働く人たちが増えていくうんためにはうん自分たちでビジネスを、えー、成長させていけるのう けれどあと知恵も大事知恵の部分の提供をとりあえず僕はやっていこうとうんじゃあその知恵の部分がそのブランドああなるほど知恵の中の一つがブランドっていうところなんですねじゃあその他でもあるってことなんですねきっとそうですねブランドへハートの部分もそうですねはいあとチームワークねチームワークとかああなるほど じゃあそののうちの1つってことなんですね大きいものとして地方創生というものがあって、はいうん、でそこをなかなかやっぱり地方の,あの方々ってそういうものに触れる機会っていうものがなかなかね機会としてない、うん、もうまさにおっしゃる通りだなっていうふうに思うんですが、うん、じゃあ実際にこう東京のまあ首都圏から地方に行って、ね <laughs> はい、そこをこうね流通させて。 でそのうちの,その知恵の知恵の流通の一つとしてブランドがあるっていうところですね。な、うん、なるほど、うん、あつががりりまました <laughs> ありがとうございで、えー、と実際に、まあ、そのブランドっていうところのお話から、えーとまあ、コーチングの話もしていきたいなと思うんですがこのブランドとじゃコーチングの結びつきってどういうものがあるんですかうんとはい 自社の商品とかサービスが、うん、大ヒットしている時のイメージ、はいはい、これがねみんな描けていないままブランド戦略をうん、えー、に取り組もうとしてる,、ね、なるほど。で何をやればいいんだろうとか悩んでるよね。はい、でまずあるべき状態ありたい姿をきちんと描きましょうというところが、えー、ブランド戦略にとっても大事でうんじゃあ自社商品が。 たくさんれてる状態、しかもたくさんのお客様から好きと言われてる大好きと言われてる状態それってどういう状態なんだろうと描くためにはコーチングの目標設定チャンクダウンでしょうとそうですねはいどんどんね深掘りしていくやつですね具体化してはいあのコミュニケーションスキルがとっても重要 確かにイメージ大事ですねやっぱイメージを持つとこう具体化されて、はい、あこういうふうにやればいいんだとか、うん、あとモチベーションも変わってきますし、うん、本気度も変わってきます今ね最近ねあのコーチングのクラスでは、はい、あの自分のありたい姿を絵で描かせるようにして。はい なるほどまず 5W1H で言葉で書いてじゃあそれを絵にしてくださいというワークをあめちゃくちゃいいじゃないですか <laughs>、うんね、素敵絵がね,絵がね描ける人と描けない人と絵 <laughs> て増えてがあるんだけれども確かにでもねあの、はい、絵を描くための、えー、研修じゃないので,そうです、ね、絵のうまい下手は全然描けないと言って。<laughs> ブリやりかかせてます。<laughs> 確かに。えー、ああいいですね。あ面白い。あそれ面白いです。ありがとうございます。はい。絵、はい、を活用するっていいですね。<う>ね本当に具体的にねこうイメージができますもんね。そう,そう,そう,そうなので例えばそれが企業対企業であれば企業がどういうふうなどういうふうにありたいのかとかっていうところをこ具体的にしていくことで。 じゃあそれをするためにはっていうところでねまた落とし込みができますもんね。そのためにには絶対コーチング必要だと思います本当納であとやっぱり人に対してもねコーチングってねかなりもともとここがメインだと思うんですけれど人がどうありたいのかっていうふうに描いて。 でえー、とそこから具体的に、ね、こう落としていくっていうところで,で多分リスナーの皆さんもあのこう何をやりたいのか分かんないとか<ー>こうやっぱりもやもやすることって多いと思うんですよ。もう私自身もねあの普段もや,もやもやしたりするのでなのでじゃあそんな時に。 どういうふうにコーチングとして、ね、声をかけてあげたらいいのかなみたいなところってあるのかなって思うんですけれど、うん、今なのでヒントとしてそのどうありたいのかみたいなところってすごく有効だなと思ったんですがさっきの札幌の話に戻るんだけど、はい、札幌で全5回全回回じゃないブランディング入門せセミナーをやった中で、うん、なんか札幌ではパーソナルブランディングを。 求めている。なるほど。どいなという印象を、えー、持ちましたね。なるほど。パーソナルっていうのは自分自身ってことですよね。そうそうそう自分自身のブランディングをしたい、えー。興味あります。<laughs> <laughs> 多分あのリスナーの方でも興味あるっていう方いらっしゃると思いますよ。うん、だからうん、はい、と、ずっと、えー、今年の目標としては、えー、企業のブランディング、えー、を、うん、下支えしていくと、はい、いうことを。うん に徹して展開して、えー、いくつもりだったんだけども、はい、ちょっと来年はパーソナルブランディングも、うんえー、札幌で開講できるようにしようと。うん、う今年1回だけやったんだけどね。あ、そうなんですね 1>。1回だけやったんだけど、いきなりフルバージョンでやって重かったんで。はい、<う>か <laughs> だから重いんだ。そう、はい、シンプルなやつを、はいうん、5時間バージョンを、はい、来年は。 札幌でもやろうと。ああ面白い。ぜひ沖縄でも2020年ぜひやってほしいです。パーソナルブランディングも興味ありますし、今その企業ごとのあのブランドはいこのブランディングもすごく興味があります。ええ。パーソナルブランディングをやっていくとわかるんだけども、子供の頃ってたくさん夢があったじゃない。はい。その夢を えー、最近はもう全部叶えようぐらいのつもりで自分がどういう、えー、人生を歩んできたのかこう、えー、人生の、えー、振り返りをしてもらいつつ、はい、じゃあ、えー、どんな自分になりたいのかというのをうん、うん、昔はね一つにフォーカスさせて考えてもらっていたんだけど、はいはい、最近は無理に絞り込まずにこうなりたいああなりたいっていう、えー、抽象的な夢を、はい 全部実現させよう,うでそれぞれがじ、えー、実現できた状態を描いてみようみたいな、ね、う話を最近は、えー、パーソナルプランニングの中でしつつ、はい、でそれを描くためにコーチングを使って、えー、チャンクダウンでまだ映画のワンシーンを描く。 ドライバックスシーンを描くかごとく、絵を描いてもらってる。すてああ、いいですね、うん、すごくわかりやすいです、そうなってくるとね、うん、やっぱりこう、ブランドとコーチングも行ったり来たりですよね、ね本当にね。<laughs> あいいですねぜひ沖縄でもやっていただきたいです <laughs>、はい、ありたい姿をね実現して、はい、でいろいろね小さい頃の夢とかも全部吐き出してもらってそ,うそ,うそれをこう一個一個叶えていってそう,、うん、でそうするとやっぱり行動を起こしてるので自分に自信もつきますよね。いいいいいろんんんなこことにどんどんチャレンジししててももららたたよよねね、うん、行動を起だから夢を一個に絞るのはやめにして、うんえー、3つあるなら3つ全部実現すると。うん じゃこここれれ、うん、れははは何何何ややや、はい、そ,そうしていくうちにだん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 こう優先順位が見えてくるだでねうんうちょっと本当にやりたいのはこれだとかねうん絞ってくると思うああいいですね、はい、なんかこう主体的になってくると人は前向きになりますしね、うん、いろんなチャレンジをしてってでそのこれをやっていくとなんかあ自分やっぱりこういうのをやりたいなっていうのがね。 おそらく見えてきますよね。でそれはそれがもう決まったらそこにね注力してやったらいいっていう感じですよね。うん、なるほど。あ面白い。あいいですね。パーソナルブランディングも <laughs>、はい、面白そう。うん、もうやりたいことを山積みです。うん、そういう人たちのために <laughs> パーソナルブランディングでたくさん絵を描いてもらってるんで。<laughs> <laughs> <laughs> 確かかにそうですよね、うん、なんか私パーソナルブランディングのイメージって、はい、なんかこう人からどう思われるのかみたいなところがメインなのかなっていうなんかどう見せるのかみたいな。う,んうん、うーんとね 入り口はそれれなんだけれども、じゃあどう見せるのかが決まった後、えそれを実行していくために何をしていくかの、えー、段階で外見だけにこだわってても中身がなかったら、うん、それ思、えー、<laughs> ってくれないので、ねうんうん、だからどういう行動をすべきかというところをねこう一生懸命考え なるほどね、まあ、そうですよ、ね、そうなんかやっぱりこの,このイメージパーソナルブランディングってなんか見せ方のイメージが私強かったんですけれどでも今日トシさんの話を聞いていくとやっぱりこう、まあ、もちろん外見も大事なんですけれど、まあ、中身の部分で自分自身がこう成長、はいね、していかないとやっぱりその周りから周りからの信頼度っていうのも変わってくるのかなっていうのをね ロールルモデルにならならゃそうですね <laughs> そうロールモデルにならなくちゃっていうところで、はい、<あ>外見だけじゃなくてコーチングでねすごくその銀座コーチングスクールでもすごく大事にしているところの一番下のねピラミッドがあるんですけれど、えっと、その一番下の部分がその自己基盤っていうところがねあるのでやっぱそこはねすごく大事ですよね。私もコーチンングのセッション であったりとか銀座コーチングスクールの,あの受講をセミナーの受講をしてきてやっぱり一番この自己基盤っていうところはすごく大事なんだなっていうふうに認識をして、うん、私自身も、はいうん、ここは結構自分の中で唱えてますうロールモデルね自分自身がロールモデルにならないといけないなっていうところがあるので。 そうですね、はいはい、<laughs> 自分自身にも厳しくならないといけない部分もあるなっていうところも思いながら <laughs>、うんはい、でもあの、すごく自分の成長になってるなっていうふうに思いますはいもう本当にそうですねであとすいませんちょっと話一旦戻るんですけれど、はい、あの地方創生のお話でセミニタイヤしていろいろ回っていたいって話あったじゃないですか、うん、で北海道行きました、うん、で今度、ね、沖縄、うん、そのほかもあるんですか その他、はい、行きたいところは、はい、さっき言った通りあり旅行する、仕事するう考え方なので行きたいところはあるんだけれども、はい、うんとこれね、やっぱり、協力者がいないいいななと難しいなってう沖縄でチームがいるからね、はい、もう本当にもう,もう実現まであと一歩ぐらいになったけれども。はいはいはい 東北行きたいだとか北陸行きたいだとか四国行きたいだとか、ただ単に行って来るだけじゃ、本当に地方創生各地の人とね、こうお知り合いを作り、行気投合してじゃあぜひ今度時間を取らせてくださいお願いしてね。なるほど。で、嬉しい楽しい大好き。うんそうですね。嬉しい楽しい大好きをね。 伝えるってことですよね。<う>え、協力者って、どうやって見つけるんですかね。う,ん,、うん、うーんとね。うん、なんか、こう。今年は、特に今年は、自然と集まってくる。はい、ああ。というか、そういう、あの、えー、コーチング、銀座コーチングスクールで。うんえー、全国のカンファレンスに参加する。ええと。なんだっけ、えー。ブランドマネージャー認定協会で。うんうん、ええと、トレーナーの。えー。 研修トレーナーだけの研修定期研修みたいなやつうん、うん、それでね全国のトレーナーとね、はい、お会いするだとかね、はい、そういう場で、えー、全国各地の、えー、方々とお会いしてうん、うん、何かが生まれてうん、うん、行動に起こしていくっていうのはあーすごい、うん、これあれじゃないですかそうなってくると銀座コーチングスクールの強みでもありますよねそうですね。 いいろろな全国に銀座コーチング三十六三36校あって北海道からまだ沖縄はないんですけれど福岡まであってそこのカンファレンスだったりとかで全国で集まったりとかっていうのもありますしかこう行けたりするんですよね。 各拠点校の講師がね飛び回ってそうですよね。なのでこの前も銀座えっと銀座一丁目校のその年子さんのクラスに福岡の講師のぐっさんがね来てあのアシスタントを務めたりとか。僕はあの札幌校と震災場所校でアシスタントを務めたりああなるほど。だからなんかそういうふうに地方に。 なんかこう、なんていうのかなあのー、居場所があるというか、それもやっぱり銀座コーチングスクールの いいいいところななののかなっていうのを思いましたした、ねうん、あとなんか話を聞いてて思ったのがあのトシさんは結構こう情報を自己開示すするじゃないですか自分はこういうことをやりたいんだとか、うん、北海道でこういうことをやりたいんだとか、うん、沖縄でこういうことだからあの一緒にやるみたいなことをこう最初から自己開示をしてくるので <laughs> なんか自然と協力者が集まってくるのかなっていうのを、うん、なんかお話をして。 聞いていて思ったのとしさんのとしさんが、うん、えと沖縄を立ち上げるなんてでもなんかとしさんのお話でなんかこういろんな地方に行きたいんだと <laughs> で沖縄も大好きなんだみたいな <laughs> でもちょうどよかったみたいな感じでお話をしてくださってはい、はい、でもなんかお話を聞く中であやっぱり沖縄にこういうものがあったらすごくいいなって、うん、もう本当にそれこそ地方創生になるなっていうところを思ったので。 あのすごく共感を得て協力者になれれば、はい、私私でいいのかわかんないですけれど <laughs> 協力者になれればいいなって思ったのと、はい、私自身もすごく協力をしていただいているので、はい、また引き続きよろしくお願いいたしますはいそうねもう本当にあっという間ですよとしさんあと五分ぐらいですよ <laughs> はい、はい、で最後にねちょっとあの告知をねできたらいいなっていうのを思っていて。 で今ねいろいろコーチングの話ブランドの話をしていきましたで多分リスナーの中にはえー、っとこれをじゃあ学ぶためにはどうしたらいいのみたいな沖縄で学べるのみたいなところをね思われている方も中にはいらっしゃるのかなっていうふうに思いますのでちょっと宣伝で恐縮ですがお話をしたいなというふうに思いますえー、っとまだねあのチラシは出来上がってはいないんですけれども 2>,、うん、2月2021 2020年ですね2020年の2月の21日金曜日、はいえー、那覇市内で、えー、14時から16時まで2時間ですね、はい、あの都市さんのセミナーを開催することが決定しました。<laughs> 素晴らしい 次回よくやった。<laughs> はい、そうなんです。あの公開講座でね。あの実施する運びとなりましたので、えっ、ー、とタイトルがですね、えー、部下の成長と、えー、定着力を上げるコーチングセミナー2時間で、えー、実施をいたします。2月21日、えー、金曜日那覇市内で開催する予定です。で、あの詳細につきましては、えっ、ー、と12月ぐらいにはね。あの私のフェイスブック等で、あとはえっ、ー、と銀座コーチングスクール。 の方でもイベントページで載せられるということなのでぜひあのそちらも、ね、チェックしていただきたいなというふうに思います。で、それと同時にブランドマネージャーのブランディング入門セミナーもね、はい、2>, あの2月に。これは手続きは手いいるけど、はいまあ 予定としては2月にあの開催する予定でございますのでぜひぜひあのそちらも、ね、チェックしていただきたいなと思います。でえっと、ちなみにとしさんのそのセミナー受けたいなっていう方はどこのホームページを拝見したら予約出てできます、えっと 実際の予約は、うん、うんとブランドマネージャー認定協会のホームページ、はい、あなるほど、はい、じゃあ、えー、と検索ネット検索はブランドマネージャー協会、えー、ブランドマネージャー認定協会あブランドマネージャー認定協会とね、はいはい、ブランドマネージャー認定協会とね <laughs>、はい、あの検索をあのしていただいたらとしさんのねセミナーも上がってると思いますで今は北海道がね上がってましたよねなので、えー、とゆくゆくはね沖縄でも開催をしていただけるということで 何月ぐらいに上がりますかね、ホームページね。うんと同じ時期にあ、はい、でも上げるととコーチングじゃあ、12月ぐらいには上がってる可能性がありますので、はい、ぜひそちらもね、チェックをあのしていただきたいなというふうに思いでは、でもその前にね、まずは2月の21日、<laughs> はい、あの何度も言うようですが、金曜日にあの公開セミナー、実施いたしますあで、えっと、受講料は3000円です。 はい、受講料は3000円で、えー、2時間で開催いたしますので、あの、ぜひチェックをしていただきたいなと思います。はい、ああ、もう本日ありがとうございました。<laughs> いいもうちょっとね、お時間になってしまいましたので、えっと、これで、あの、終了にはなって、あの、しまうんですが、どうでしたか実際にラジオやってみて。いやー、なんか、はい 話したいことをこの、はい、全部この限られた時間で話せて。はい 結構大変だなそう結構大変なんです、うんうん、なのでとしさんまた2月にね、はい、お越しいただいて、はい、ラジオでねまたまたお話をね<う> <laughs> 今日の続きをねあのしていただきたいなというふうに思いますはい、えー、本日のゲストは講義マーケティング株式会社代表取締役社長向川俊英さんでしたありがとうございましたあ,ありがとうございましたでは次週来週金曜日にお会いしましょうバイバーイ